ここからは記者解説です。来年の大統領選挙に向けて共和党が公開討論会を行いましたが。トランプ氏の周辺も何やらいろいろと動きがあったようです。今日は大統領選に向けた動きについて。a. N. N. ワシントン支局の梶川支局長に聞いていきます。梶川さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。 まずこの公開討論会というのはどういったものなんでしょうか。 はい、あのこの公開討論会というのはです、ね、大統領選挙に向けた戦いのキックオフともいうべきイベントなんですね、アメリカではあの2大政党制の国ですので、民主党と共和党の候補が、まあ、大統領選挙で一騎打ちとなるわけですが、まあ、その前にどちらも候補を1人に決めなくてはならないんですね、まあ、民主党の方はですは、ね、現職のバイデン大統領でほぼ決まりなんですけれども、あの共和党では現在のところ、14人の候補が名乗りを上げています。 まあ最終的にこの人たち1人に絞り込まなきゃいけませんので、まあ、来年の1月から党員集会予備選挙といった形で実際に投票して決めるんですけれどもその前に、ですね前の年の夏まさ、あ、に今なんですがこの公開討論会というものを通してですね繰り返すことによって国民の関心を高めてそして、ある程度ですね候補をふるいにかけるという狙いがあるんですね。 その初回が昨夜、行われたわけなんですけれども、今回、要件を満たした8人の候補が出たんです、しかし、本命であるトランプ氏が欠席するということになりまして、初回からです、ね、波乱不気味の展開とななったわけなんです。トランプ氏はなぜ欠席したんでしょうか。はい まあこれは損得感情で,で、今回に関しては、出ない方が自分にとって得だろうという計算が働いたからだと思うんですね、まあ、あの今更名前を売る必要がない、誰もが知っているトランプ氏ですし、支持率で今、独走していますので、討論会に参加して、ね、他の候補からま攻撃を受けるようなことがあるのも損だよねということで、デメリットが大きいと判断したんだと思います。 まあこちらはさまざまな世論調査を平均した、まあ、最新の支持率なんですけれども、まあ、トランプ氏はです、ねまあ、55%ということで、まあ、2位以下を圧倒しているんですね、2番手のフロリダ州のデサンティス知事に、まあ、これ3倍もの差をつけていてしかも、この差はです、ねえー、3月の終わりからです、ね、開く一方なんですね。 ほかの候補は、えー、どれも一桁台ということで、まあ、全く話にもなっていない、まあ、そういう状況なんです。まあ、ということもあって、まあ、トランプ氏はです、ね、この討論会の始まった全く同じ時間にです、ね、著名な元テレビキャスターによるインタビューを、えー、こうオンラインで配信しましてです、ね、こっちを見てくださいと。 まさに同じ時間に自分はオンラインでインタビューを流すということをやったんですね、でまあ、そこではです、ね、インタビューの中では、まあ、自分は世論調査で、まあ、大差でリードしているので、まあ、だからこの大統領選挙に出る資格もない連中とです、ね、1時間も2時間も嫌がらせを受ける意味なんてないんだと、まあ、そんな感じで,です、ね、まあ、意気揚々とです、ね、語っていました。こののの支持率を見るるととトラランプ氏のライバルとなるのは デサンティス氏ぐらいかなと思うんですが、ただ、かなり差がありますねそうなんですね、この春先ぐらいまでは、ですねデサンティス、十分に目があるというふうに見られていたんです、まあ、こちらの映像は4月の総理官邸での映像なんですけれども、あの日本大使館がですね、まあ、コネを作らなきゃいけない、この人、大統領になったときに、コネがないわけにいかないので、水面下で動いて、岸田総理との面会をまあ実現した、まあ、そういう時期もあったんですね。 まあ、ところがです、ね、この時期この頃は共和党の支持層の中でも30%の支持があったんですが今はもう14%ということですからもうわずかこの4ヶ月ちょっとの間で,です、ね、半減しているということになるんですな、ね、んでかというとです、ねまあ、共和党の支持層をまあこう引き込むにはです、ねまあ、魅力に乏しいんじゃないか話が硬すぎるんじゃないかということとか主張がです、ね、意外と保守的すぎて恩恵な層が離れてしまっている。 まあ、そもそも選挙戦術が間違っていたんじゃないか、まあ、そういう声もあったりするんですね、き、まあ、今日の討論会ではです、ねまあ、そのトランプ氏を批判するような場面もほとんどなくてです、ねまあ、トランプデサンティス氏が形勢を逆転するためにはです、ね、トランプ氏と真っ向から対決をして、えーまあ、この対立の構造を出さなきゃいけないというふうに言われているんですが き今日の討論会でもです、ね、全くトランプ氏も批判することなく、持、ま、論、あ、を繰り返すだけということで、ほ、まあ、他の候補もです、ね、別にデサンティス氏に話を振るわけでもなく、まあ、非常にさ、ねまあ、寂しい感じもしました、まあ、今回の討論会で、まあ、形勢逆転の機会をつかむということにはならなかったのではないかというふうに、アメリカメディアは伝えています。他の候補者についてなんですが、ね、こんなに差があるのに、もう勝ち目がないのかなと思われるのになぜ、 他の候補者は出馬しようとしているんでしょうか、はいまあ、あの名前を売るということに尽きるんですけども、まあ、さらに言うとです、ね、この大統領になる人にです、ね、自分を副大統領であるとか、あるいは閣僚に起用してもらいたいという下心もあったりするんですね。 例えば今回3番手につけているこのラマスワミさんという方はインド系の実業家でぐんぐんと最近支持率を伸ばしているんですけれども今日はですねトランプ氏は21世紀最高の大統領みたいな感じで持ち上げたりもしてますすしてですねまあこのトランプ氏にすり寄る動きもあったりしてまあそれはですねまあもしかしたら トランプ政権になった暁には、自分を重要なポストで起用してもらいたいという、そうした思,いも思惑もあるのではないか、そうしたことも考えられるんですうんトップを独走しているトランプ氏ですが、何度も起訴されてますよね、これは大丈夫なんでしょうか。 そうなんですねあのトランプ氏は大統領選挙の選挙活動だけじゃなくて、まあ、同時にです、ね、裁判といいますかこの司法闘争も抱えているという、まあ、ちょっと非常にいびつな状況なんですが今、4つの事件で起訴されているんですね、まあ、上から言いますと、えー、不倫の口止め料を支払う際にこの業務記録を改ざんしたんじゃないかというこの事件で次が大統領をです、ね、辞めるときにホワイトハウスからトップシークレット、まあ、国防に関する機密文書を 大量に持ち出したという事件でつい最近、まあ、今月に入ってから起訴されたんですけれども、まあ、自分が大統領選挙に負けたことを分かっておきながらですね その結果を覆すために、まあ、ありとあらゆる工作を行うんですけれども、まあ、それによって大統領、選挙事件を引き起こしたんじゃないかという事件とそしてまあジョージア州に限定してです、ね、組織的な犯罪行為を行ったんじゃないかということでこれは起訴されましたでこのトランプ社この4番目の,です、ね、このジョージア州の選挙に関し選挙介入事件に関して明日アトランタ アトランタという、まあ、CNN とかコカ・コーラの本社がある町ですけどもアトランタにある拘置所に出頭する予定なんですね、この4つの事件の罪状を全部合計するとです、ねまあ、計算の上なんですが91件あってすべて最高刑なら刑期は700年刑務所に700年いなければならないという計算にもなるんですね。ただまあこののトランプ氏の起訴に関しては 共和党支持層の人たちを対象に世論調査をすると、まあ、これは政治的な動機で,です、ね、バイデン政権が仕組んだ基礎に違いないと考える人たちが、まあ、8割ぐらいを占めていまして、民主党はそうじゃないんですよ、ただ、共和党を支持する人からすると、まあ、トランプ氏はまあこれは政治的な迫害を受けているというふうに考えている人が多いんです。まあ、そういうういいここことととともああっっててトランプ氏はは自分は魔女にあってるるを訴えることで この3月に起訴された以降です、ね、ぐんぐんと支持率を伸ばして、でさらにです、ね、寄付も集めてるんですね、自分に寄付してくださいとで、この相乗効果が非常に今のところうまくいってまして、えー、支持率も伸ばして、そして寄付金も集めてると、そもそも起訴されたり、有罪になっても大統領選は戦えるんでしょうか。 そうですね、ちょっと日本の感覚でいうと、非常に、まあ、これあの信じられないようなことなんですけれども、可能なんですねあの、アメリカ合衆国憲法には、大統領にある要件として、アメリカ生まれ、35歳以上、アメリカに14年間居住していると、たったこの3つしか書いてないんですね。 だから、起訴されたらダメだとか有罪ならいけないとかそういう規定が何もないのでだから、まあ、少なくとも大統領選挙に名乗りを上げて選挙活動するということは、まあ、何ら支障がないということになっているんですでまたです、ね、これも驚くべきことではあるんですけれども、まあ、トランプ氏がもし大統領選に勝って返り咲いたらです、ね、有罪になったとしても自分の権限で自分に恩赦を出すということも考えられているんです。 それはどういうことでしょうか、自分で自分に恩赦を出す、これはどういうことなんでしょうかそうかそなんですね、まあ、実はこの大統領選挙の戦いというのは、トランプ氏にとって、単にこう大統領になりたいという選挙だけではなくてです、ね、自分がこの4つの事件で刑務所に入らないにはどうしたらいいかという、そういう戦いでもあるんですね。であのアメリカの,この刑事 司法の仕組みで言いますと今、ね、この、えー、今こ起訴内容というところで州法、連邦法ってあるんですけれども大統領の権限をもってするとこの連邦法に違反した罪というのはあの大統領の権限で御赦をすることができるんです大統領の権限で御赦できるということは法律的には自分も御赦できるということになるので、まあ、そうなりますと、えー、この法律の、まあ、テクニックを使うことで 自自分で自分でを御社するもし有罪になったとしても自分を恩赦できるという、まあ、こそういう解釈がで,す、ね、できる、だから、まあ、とにかくこの大統領選挙を負けるわけにはいかないという思いがトランプ氏にはこの丸二と丸三は連邦法なので恩赦が可能ということなんですが丸一と丸四は州法で起訴されていますよね、この場合、恩赦は使えないのでしょうか。 そうなんですねこれ、ですねアメリカはですねこの連邦と州で分かれていて、州というのはそれぞれ非常に強い権限を持っているんですね、でこの州法で違反になったものというのは、大統領の権限では御社できないんですね、で今、一番このトランプ氏が頭を悩ませているのが、え最近起訴されて、明日出頭する予定のですねこのジョージア州での選挙介入事件なんですね、これはですねあの大統領選挙、もう負けてるの分かってるんですけども、僅差で敗れたもんですから。 州の選挙管理をする責任者に自分で電話をかけてこの1万1780票を見つけ,見つけたいつまりなんとかしろというふうに電話で圧力をかけたんですが、まあ、こうしたことがまあ音声データとして残っているんですね、ねすなわち物証があるそして検察はです、ね、今回トランプ氏を起訴するにあたってマフィアを摘発する法律を駆使して側近とトランプ氏19人をまあ起訴しているんですね。とということになってです、ねまあこの そもそもこうあの裁判として非常に地合いが悪い上に、州法での起訴ということですから、自分で自分を恩赦することができないということになるので、ここで負けると,です、ね、負けるというか、有罪が出るとです、ね、非常にトランプ氏にとってはまずいことになってしまって、今、一番頭を悩ませているというのが、この4番目の事件だというふうに言われているんで,すんでは、トランプ氏にとっては、共和党内の戦いよりも、裁判の方が厳しい戦いになりそうだということですね。 もう明らかにそういうふうに言えるんですね、もうあの共和党内の戦いは見ての通りもう圧倒的な支持率をつ,ってつけてますからこれが覆すということはなかなかないと思うんですけれども裁判は非常に予断を許さないんですね、ところが今、1番から4番まで事件があるんですけれどもこの事件をまあ言うならば全部チャラにする方法があるんですね、それはどういうことかと言いますと大統領選挙の前に、 判決が出なないいよううにすするということこんですね判決つまりまあ裁判が終わるのをなんとか大統領選挙の後にしたいということなんです今あのこのえっと初公判の日程がありまして、まあ、既に決まっているものもあるんですけどもまだ決まっていないものがあってこの初公判の時期をどうするかというのが今、一番の今焦点になっているんですが実はアメリカではです、ね、現職の大統領を起訴しないという、まあ、そういう司法省のまあ内規といいますか、まあ こういういい約束事みたいなものがあるんですねだから自分が大統領にさえなってしまえば少なくとも2番と3番の裁判は自分の権限で裁判自体をこうやめさせることができたりもしますし、まあ、そういう論理からいくと1番と4番の裁判も自分を有罪にすることはできないだろうとですからなんと,としてでもです、ね、この裁判の期日を遅らせれば遅らせるほど自分にとっては得になるということで今この検察側とですね トランプ氏の弁護,弁,護弁護側との間で、この裁判の期日をいつにするか、まあ、とにかく遅らせたいんですけど、このせめぎ合いがずっとやってるというのが、今の状況なんです。うん、この裁判がいつ始まって、いつ終わるかがポ,ポイントになるということなんですが、この裁判がいつ始まるか、いつ終わるかというのはう、変えることができるんですか、こう努力によって。うんあの 初公判の期日を遅らせればいいんですですから、はい、今、例えば4番目だと3月4日に開きたいと言っていますけれども、まあ、トランプ氏はもっともっと遅らせてほしいと言うんですね遅らせれば大統領選挙は11月の5日ですから11月だから、まあ、間に合わないということになるんですねでこれはあの交渉の結果です、ねまあ、裁判所も両方の意見を聞かなきゃいけないものですから検察側だけの意見を聞くわけにいかないんですね。ですからから何としてこう 送らせたい送らせたいということでやっています、ただし、まあ、そのことによってと、とてつもない弁護資料もかかっていましてです、ね、今あの、の今年の上半期だけで,です、ね、集めた政治資金の7割以上、まあ、日本円にすると50億円ぐらいなんですが、これを弁護士の費用に費やしているんです、ですから、トランプ氏にとっても決して軽い負担ではなくてです、ね、まさにあの命がけの戦いの中で、選挙活動と裁判の司法闘争、これを二正面作戦でやっているというのが今の実態なんです。 トランプ氏は、もう選挙戦よりもまずはこの裁判の時期っていうのに命がけになっているということですねそうですね、まさにそういうことです、あの刑務所に入らない、うん、それもトランプ氏にとっては大事な目的なんですね、はい、一方で、大統領選挙に向けて、バイデン大統領はどうなってるんでしょうか。 はい、あの民主党内にです、ね、有力な対抗馬がいないので、もうバイデン大統領で決まりなんですね、民主党の候補はほぼ決まりなんですね、まあ、ただあの、支持率は4割ぐらいで低迷していてです、ね、まあ、民主党の支持層の中でもです、ね、続投すべきではないと答える人が4割、全体では7割、まあ、決して人気は。 なないいんんででですすね人気があるわけではないんです、まあ、今、年齢が80歳で、次大統領になったら82歳、終わる時には86歳、まあ、今でも史上最高年齢なんですが、まあ、この高齢問題というのが、やっぱり一番のネックですし、他にも家族の問題とか、実はさまざまな問題を抱えていて、まあ、決してバイデン大統領、トランプ氏との戦いで安泰といいうわけでではないんです、うん、今、この時点で2人が戦ったらどうなるんでしょうか。 はい、今、アメリカにはさまざまな世論調査があるんですけれども、まあ、こうした世論調査を平均すると、最新の数字では、こういう数字が出てるんですね、45対43、まあ、ほ,ほぼ互角というか、まあ、ほとんど,とんど、まあ、同格、互角ということで、あのこれからです、ねまあ、あの民主党でも共和党でもない第三の政党というのが出てくる可能性もあって、まあ、そういう人たちが出てくると、どっちの票を取ってしまうのかなという、そういうようなことも今、これからあるかもしれなくて。まあ 言うならば、ですねバイデン大統領が負けて、トランプ氏が勝つということは、十分にあり得るシナリオなんです、うん、前回の大統領選挙で敗れて、トランプ氏は過去の人というようなイメージもあったんですが、次の大統領になる可能性が十分にあるということなんですね。はいそうなんですあの何かもう 過去の人でいろんな事件を抱えているということでですね、あの次の目がないんじゃないかというふうに思われている向きもあるかもしれないんですが、現実はですね、大統領に返り咲く可能性がまああの十分にあるわけなんですね。ただトランプ氏はですね、まあ本当に彼がトラあの大統領にまた返り咲くとなると、まあ、例えばウクライナの問題で言いますとね、自分が大統領になったら。 24時間以内に戦争を終わらせるなんて言っていて、まあ今日のインタビューの中でもですね、えー、直ちにやめさせるみたいなことを言っているんですね直ちにやめさせるってことはウクライナが望んでなくても今の、まあ、この状況で停戦させるってことですから、まあ、こういうこと一つとってもですね、まあ、国際情勢とかロシアとのまあ向き合いウクライナへの支援がらっと変わってしまうわけですねですからそのトランプ氏が本当に大統領になってしまうとしたときにどれほどの影響が 国際的にもあるのか、そしてアメリカ国内、これだけ分断しているから、認めないという人もいるでしょうし、非常に大きな混乱を生むことは間違いないんですね、まだまだ大統領選挙、先の話なんですけれども、どこかで,です、ねこのえー、トランプ氏が返り咲く可能性があるということも視野に入れておかなきゃならない、もう今日共和党の戦いが始まった日なんですけれども、実際には始まるところが、すでに共和党内の戦いは終わったも同然ですので、ここからはです、ね、本当にトランプ氏が大統領になるんとどうか。 こういう戦いの行方をです、ね、これから1年ぐらい見ていく必要が出てきてるんじゃないかなというふうに思っていますトランプ氏も高齢ですから、まさか私も次の大統領選挙に出るとは思っていなかったんですけれども、この共和党の、まあ、討論会も終えて、えー、次の共和党の代表となるのがかなり現実味を帯びてきたということですね。 そうですね。まあ、あのかなりあの現実味がある、共和党の候補になるということは、まあ、相当な確率なんだというふうに思っています。はい、アメリカ大統領に誰がなるかで、世界の情勢が大きく変わってきますので、今後も注目していきたいと思います。梶川さん、どうううもあありりががととごござざいいまましした。た。